ケンタッキーでほとんど骨のないタイプのピースに当たると、あ、今日はいい日だなってなりますね。どうもこいこいです。今日はですね、 ExcelVBA シートを PDF に変換する術ということでやっていきたいと思います。複数のシートを一瞬でブックと PDF に変換してみると、ちょっとタイトルで言わなかったんですけど、ブックもやろうかなと。で、これシンプルなコードで実現可能なんですね。これをやっていきたいと思います。で、今回使うデータはこちら。はい、いつものですと。もうこれ何回使い回すんだよと。もう15回ぐらい使い回してますけど、まあ今回もこれを使うと。で、前回までにこのマクロで雇用契約書ってボタンを押すと、このさっきの従業員マスターのこのデータから自動で雇用契約書を作るってとこまでやってやるんですよね。で、今回はこのシートですね。このシートを一つ一つブックとか PDF にしたいっていうことですよね。一回この削除ってボタンを押しますけど、この Excel ファイルが、まあここにあるんですけど、この雇用契約書がこれなんですけど、この個別資料ってフォルダーにこの Excel とかブックとか PDF をガンガン入れていこうかなっていうのを作ってあるんで、ちょっとそれをやってみたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思うんですけど、この真実はいつも一つってボタンを押すと、まずは雇用契約書を普通に作るんですね。で、その後に個別の契約書をブック形式で作成しますかって聞かれるんで、はいって押すと、そうするとさっきのフォルダーに一瞬で入ると、はい、できてると。あ、まだできてないと。ちょっと一瞬は言い過ぎましたけど、まあでも結構早めに、まあ今は終わりましたねと。で、こんな感じでできるんですね。で、さらにこれが終わると、個別の契約書を PDF 形式で作成しますかって出るんですよ。で、これにはいを押すと、またこの同じ個別資料の場所に PDF ができます。はい、できてると。まだできてないって。このまあちょっとずつこう PDF ができて、全員分今作ってるんですよね。もうちょっとで終わるかな。あれ固まった、終わったと。で、作成が完了しましたって出るんで、まあそうするとこんな感じですよね。で、出ると、例えばこれ赤瀬博士のエクセル開くとこうなってると、赤瀬博士っていうこうエクセルになってたりとか、あとはPDF ですね。 PDF とかもこういう風にできてるっていうことですね。で、これのいいところはデータが増えても作業量が変わんないってとこなんですよ。例えば従業員マスターで下の方にこの赤い週2から赤い週100までこう作ったとするじゃないですか。週100まで作ったとするじゃないですか。こんだけ増えてもプログラム変える必要ないんですよ。同じでできちゃうんですよ。ちょっとやってみますね。真実はいつも一つで、シートがさすがにちょっとさっきより時間はかかりますけど、でもそこまでで出ると、でブック形式でってやると今作り始めてるんですね。で、これ見るとガンガン作ってますよね。多分そろそろ週1に、はい、出てきましたね。で、こう週2週3とか週2どんどん作ってるんで、もう届け遥か彼方へっていう感じですよね。今年こそ赤井さんの映画がね、赤井さんの映画というかコナン君の映画ですけどが見れたらいいなってことで、右上に公式のねこうトレーラーを載せときますっていうことですね。まあ、ちょっと脱線しましたけど、この手のプログラムのいいところって、手作業だったら、例えば赤井周100までだったら100倍作業量増えちゃうんですよ。で、それが2時間3時間、まあ、1000倍だとしたらもっとですよね、増えちゃうけど、このマクロだと同じコードでいけちゃうと。で、まあ、多少待つ時間は数秒、数十秒増えても、まあ、待ってれば終わるじゃないですか。まあ、最悪昼休みでも回しとけば終わるってことで、その辺がいいんですよね。やっぱり生産性が爆上がりするんですよ。はい、じゃあ、ここからちょっとコードの説明を簡単にしますけど、これが前回の雇用契約書の作成で、これなんですけど、今回足したところはここですね。まあ、if でメッセージボックスでさっきブック形式で作成しますかと出ましたけど、まあ、ここで聞いて、yes を押した場合は、コールして違うプログラムを呼んでると。で、その時にこのデータっていう配列を渡してるんですけど、このデータっていうのは従業員マスターのデータそのものですね。うん、先ほどの江戸川コナンから赤い周100までの全部のデータを渡してますと。で、渡した先で何してるかっていうと、このブックの方がちょっと難しいんですけど、まあデータの、ループすると法文で2から、U バウンドのデータなんで、まあ江戸川コナンから赤い周100までループすると。で、ワークブックを開けて、シートをコピーして、で、余計なシートを削除して、で、名前をファイルネームですね、閉じる場所、個別資料の、江戸川コナンエクセルみたいな名前にして、セーブして閉じる。それを繰り返すと、さっきのことができるって。まあ、割とシンプルなんですよね。こんなんで、ブックの作成ができちゃいます。これは個人的な見解ですけど、このブックを保存するとか、指定して閉じるとか、フォルダー作るとかっていうのって、たまにしか書かないんで、だいたい前の書いたプログラムからコピーしてくるとか、あとはググって持ってきますね。まあ、大体我らがオフィス田中先生のサイトにたどり着いて、ありがたくちょっとコピーして少し改造するってことが多いですよね。
じゃ最後に PDF の説明ですけど、これの方が実は簡単なんですよね、ブックより。で、まあ4でループするとこは変わんないんですけど、あとはファイルネームがこの PDF が一番後ろ、拡張子が違うってところ。で、今回のやつは、まあアクティブシートに対して PDF を作るって形にするんで、まあアクティブにしてあげるんですよね。シートをアクティベートしてあげて、このデータの i の3ってなってるんで、江戸川コナンをのシートをアクティベート、アクティブにすると。で、そのアクティブシートをこのエクスポートするみたいな。で、この型でもう、この一行だけで PDF にできちゃうんで、まあこんな簡単に PDF にできちゃいますってことですね。あとはこれをぐるぐるループすれば、まあ100シートあろうが1000シートあろうが PDF にしてくれる、そういうことですね。はい、いかがだったでしょうかと。まあさすがにちょっとプログラム全く書いたことない人は最後のちょっとよく分かんなかったかもしれないんですけど、でもこんなことできるんだ、私もやってみたいなって言って書いてみると力つくんですよね。まあ前回の動画でも僕の作ったクソマクロってやったんですけど、クソマクロであろうと自分で作ることで確実にそれ知識になるんですよ。で、何か本当に真面目なものを作るってなった時に、あ、これ作ったことある、あの時使ったパーツがここで使えるとかって絶対なるんで、まあ、とにかく面白いなと思ったものを作ってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、では本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーの提供でお送りしました。